罰ゲームは山田祐介の日本の小説。また、小説を原作とした漫画と日本映画。いじめをテーマとしたホラー小説である。累計50万部売り上げている。郵便局に勤務する国母秀明は、小学校の同窓会で、か木真理子の名前を聞き嫌な記憶を思い出す。10年前クラスで流行っていた罰ゲーム。 くじを引かせてそのくじに書かれた罰ゲームを行わせるという遊びだったが、実際はカブラキ、かぶらきまりこへのいじめのための遊びであった。さえない容姿で、性格も暗かったカブラキ、かぶらきまりこ。英明は、罰ゲームにより、まりこへの、マジ告白をする羽目になったのだ。そして10年後の今、告白を信じ込み、英明のストーカーとなったカブラキ、かぶらきまりこが現れた。まりこは、 かつての担任教師やクラスメイトをいじめの復讐として残殺する。さらに、マリーコは英明の恋人の明人リカコに嫉妬して、リカコを拉致して、くじを引かせる。罰ゲームである。さらに、マリーコは英明にもくじを引かせるのだ。2007年3月24日に、横山と志作画で漫画化されている。同作者のパズル同様、小説とは違う結末となっている。 罰ゲームは山田祐介原作小説を原案にオリジナルの脚本でアレンジを加えたハードサスペンス映画。シネマート新宿田全国27スクリーンでロードショー。監督は福田洋平。主演は荒木博文。PG-12 のレーティングで公開された。キャッチコピーはあなたは一番嫌いなあいつにどんな罰ゲームをさせますか これを見るのも罰ゲーム。不審な死亡事故や自殺事件が続いていた。大学の講義で、これらはいじめを受けた者の関係者による復讐であり、いじめに対して罰を与える組織があるという噂を耳にする、国母秀明。ある日、小学校時代の担任教師の自殺を知らされた、英明は、恋人の妙人理香こと、奇妙な DVD を見る。そこには、 その担任教師らしき男性の顔面に、罰の焼き印が押される映像と謎の女の姿が記録されていた。画像解析をしてくれた、小学校時代の同級生の石松忠氏の言葉で、いじめられっ子、カブラキマリコのことを思い出す英明。12年前、英明は、カブラキマリコを、いじめからかばっていた記憶がある。カブラキマリコを犯人と疑う英明だったが、 謎の集団に拉致されてしまう。目を覚ますとそこは小学校の教室で、小学校時代の同級生、新庄を強し、小泉智恵吉池哲也も拉致されていた。4人は、子供の頃に、か木真理子が受けていた、罰ゲームの内容をさらに残忍にしたゲームを強制される。しかも、3分以内にゲームを執行しない場合は、 四人の、うちの誰かに、罰の焼印が押されるのだ。ゲームを行い、焼印を押されるうちに徐々に狂っていくつよし、知恵、徹也。しかし、なぜか、英明だけは焼印を免れていた。拉致されていた、小学校でリカ子と再会して脱出した、英明だったが、実はリカ子こそ成長した、カ木真理子だった。リカ子の言葉によって、 最も残酷な形で、かぶらきマリコいじめを行っていたことを思い出す英明。ゲーム13番、死の宣告。それは、ずっと守ってあげるから、とマリコに優しいふりをする、幼い英明の嘘であった。英明に罰を下したマリコは組織の指令により次の、告発リストの、いじめっ子のもとへ向かう。いじめを行ったことに対する罰を与えるために、予告編では、 罰ゲーム12番、2番、10番、6番、1番、3番、13番という順番で執行シーンを見せている。海外版予告編ではゲーム12番、1番、4番、10番、3番、13番という順番で執行シーンを見せている。また、強氏がともえを撲殺するシーンやリカ子が英名を切り裂くイメージシーンなど中盤から終盤の内容を予告編の段階で見せている。罰ゲームには 同名小説を原案とした2012年4月21日公開のホラーサスペンス映画シリーズ第2弾監督は山田雅史主演は田田愛香なお平島夏美は公開前に AKB48 及び渡り廊下走りたい7から脱退しているキャッチコピーは史上最強の罰ゲームいじめの復讐のための組織学校への拉致 理不尽な罰ゲーム、罰の焼きごてなど設定上の共通点はあるが、一作目と二作目は、登場人物などの共通点はない。ストーリーは、続編ではなく、映画一作目の設定をベースとした、別な物語である。女子高生の佐伯美鈴は、とある学校の教室で目が覚める。そこには他に四人の男女が拉致されていた。そこで五人は、 授業と称される問題への回答と理不尽な罰ゲームを強いられる。一方、週刊誌編集者の美藤は編集長からいじめの復讐を代行する組織についての取材を命じられる。気乗りのしない美藤だったが過去に自分の書いた記事の関係者がこの事件に巻き込まれ失踪していることを知る。それはミスズだった。美藤は 食材の意識からミスズの行方を求め奔走するが、次第に事件の深みにはまっていく。ありがとうございます。